旅スピ。鹿児島県大隅半島佐多岬、南南西約60キロの海上に位置する島、屋久島。豊かで美しい自然が残されており、島の 90% が森林です。熱帯に属する地域にありながら 2000 メートル近い山々があるため、熱帯から亜寒帯に及ぶ多様な植物層が確認されています。安房の町もとても穏やかで、初めて来た町とは思えない懐かしさをとても感じました。旅の間に宿泊した宿、水明荘もとてもいいロケーションで、町の中心をゆっくりと流れる安房川の上流に位置しているので、通り過ぎる人もなく、ゆったりとした時間を過ごすことができました。そうは、あの宮崎駿監督がもののけ姫の構想を練るのに長期滞在したのもこの宿のようです。部屋からも安房川が見渡せて、とてもゆっくりと過ごせました。安房川はとてもゆっくり穏やかに流れていて、日頃の些細なことが洗い流されるような、そんな心地よさがありました。次の日の登山に備えて、この日はゆっくりと過ごしました。翌朝、日の出前から縄文杉を目指して登山を始めます。私が行ったのはシーズンオフの1月だったので、他の登山者はほとんどいなく、人の声や足音は全くなく、川の流れや木の葉が揺れる音、そして小鳥のさえずりや、たまに感じる動物の音、ただそれだけ。壮大な屋久島の自然の中で、一人静かに自問自答をしながら歩いているようでした。登山者がいない代わりに、山中はまだ雪が残っており、まだ今日は誰も通っていないであろう足跡のない真新しい雪の積もった山道を一人登っていきました。そうするとやがて到着します。縄文杉です。樹齢は2500年から4000年ほどと言われており、その存在感はものすごく大きかったです。ここでも登山者はほとんどいないので、1時間以上この縄文杉のふもとにいたと思います。下山してから見える山の板垣を見て、次こそは最高峰の宮の浦岳に登りたいと強く思います。後にその思いが次への旅へとつながることとなります。この旅も後編としてあげようと思っています。島の自然はどこも素晴らしく癒され、心と体と精神すべてがリセットされたようでした。
また強く来たいと思うところはたくさんあるけれど、屋久島ほどまたすぐにでも来たいと思うところは他に思い当たりません。そんな屋久島のインスピレーションをイラストにしてみました。話を聞かせていただきました。1年間屋久島に住み込んで作った写真集を出していて、とても綺麗ですのでリンクを貼っておきます。私も今でもたまに見返して、次はこんな姿の屋久島を見てみたいと次の旅の構想を練っています。とても微笑ましく思いました。